あがいては、スペインカナリア諸島州ラスパルマス県のムニシピオ。アフリカ大陸沖合の大西洋に浮かぶカナリア諸島、グランカナリア島北西部に存在する。座標は、北緯28度06分06分、成形15度42分03秒。アフリカ大陸西側の沖合に存在する、グランカナリア島の北西部にあり、州都ラスパルマスから約 30km の距離にある。 中央ヨーロッパ時間を採用している。スペイン本土とは異なり、カナリア諸島は西ヨーロッパ時間を採用している。あがえ手の面積は45.5平方キロメートル2013年の人口は5796人であり、人口密度は124.31人平方キロメートルである。歴史的には農業や漁業が経済の中心だったが、 この数十年は観光業が最も重要な分野である。あがいての海岸には玄武岩でできた神の指と呼ばれる海色柱がある。その名の通り、この海色柱の上部にかつては指に例えられる細長い岩が存在しており、この町が神の指を眺める絶好の場所とされていて、観光客もよくこの岩を眺めていた。しかし、 2005年11月に襲来した熱帯低気圧による嵐によって指が破損してしまった。その後、あがいての町はこの岩の調査を専門家に依頼した。そして2006年に岩の再建や保存に関するアドバイスを受けた。あがいての自治体域には以下の集落があり、2013年の人口は以下の通りである。ありがとうございます。